やります。先着5名様。わかりました。先着5名様ですよ。スレイブニール理論値5連ゾロ割り33万ゴールドからがナイス。さあ先着5名様スレイブニール5連で33万ゴールド。5連ですよ。6連じゃないですよ。5連ですよ。こちらです。いや俺でも両手剣な、これ使うかな、これ売りてえな。これかがりさんからどうぞ。先着5名様5連は20人とかやると出るからよ。5分の1ぐらい出ちゃう、5分の1で出ちゃうから。33万ゴールドからのかがり。いや曲変えないと、ちょ待って曲変えないと、曲変えないと。ビビった。1来た、1。いきなりフロムワン来た、フロムワン。フロムワンからの72からの、失礼いたしました。やばい。1から5だったら悶絶してた。1から5はマジで悶絶してた。やべえよ。はい、タバサからの、サバちゃん渋いだろ。最強レギュラーでも誰も来なかったな。はい、タバサ33万ゴールドから2人目からの3人目、4人目、カインくんで4人目。はい、タバサからの、さす95は失礼いたしました。からの、これが、マチャキングさんまでで終わりです。持ち込み商品ありませんね。この曲、サバナチャンス。ダイスを1回振って4回連続数字を上げることができましたら、スレイブニールの理論値を差し上げているという、参加費33万ゴールド、ゾロ目は倍というところでございます。セリスさんが勝ちました。さあよろしいでしょうか皆様。小指からの、さあナイス、小指からが、これがナイスベットからの、持ち込みいいよ、持ち込みいいのだったらいいよ。こちら54からの、54からの、はい、78、2連、はい、これで2連ですね。54から78、2連、12、失礼しました。3連ならずからのカインくん。さあ、またお金持ちになってきたんでしょうか。カインくんからが、てれてーてってれってれてれてってれ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 れつて。さあ、よろしいか。こちら、カインくん27、悪くないですね。27、47、失礼いたしました。27、47、28、これね、27、47、50、60、70でスレイブニールでした。さあ、そろそろルールを覚えていただいて。さあ、マチャーキングから、さあ皆さん、こんなようなゲームでございますが、持ち込み商品ございますか。さあ、マチャーキングからが、ちなみにこれでマチャキングさんが撃破されてしまいますと、なんと私はわずか3分間で165万、おー、9からの、お ?9?61? これ3連。3連。さあ、55、66OK。13失礼いたしました。さあ、というところで皆様、持ち込み商品ございますれば、このまま続けさせていただきますが、いらっしゃらなければ今日はこちら、最強レグナード戦争をやらさせていただきまして、こちらで終わりにさせていただきたいと思いますが、さあ千尋さんからが、スレイブニールはもう終わっちゃいましたが、これはもしかしたら持ち込みですか。いや、親有利持ち込みですか。これは持ち込み商品。千尋さん、ナズハさん持ち込み商品。これあれ、精霊三河所がいいんじゃない。いや、あなた精霊、
だなぞだなぞ。ペーレッペ。いや、千尋さん、いいじゃないですか。商品確認。これちなみに超高いよね。俺これ一番高かったもん。魔法使いで買った時一番高かった。ちなみにディロンチは売ってなかった。これ千尋さん、5連で何回でやりますか。あ、今いくら。値段によるよね。値段によると思いますが、パルありなしかはまああれだな、理論値で決まるからな。お任せ。いや、お任せは怖いけど、お任せ怖いけど、千尋さん、千尋さん、795万。千尋さん、10名限定でいいですか。10名限定。これね、千尋さんマジな話ね、9万なら来ると思う。9万G で千尋さんが 1人勝つにつき1万、あの7万2000の1万8000、9万なら来ると思います。9万なら来る。どうでしょうか。 OK だって。はい、皆さん交渉成立しました。バイヤーから皆さん、本当か、俺もっと2000万ぐらいしたけど、そんな下がっちゃったの。はい、皆さん早いもん勝ち、10名様限定です。早いもん勝ち。精霊王の客体純理論値5連の9万ゴールド限定10名様です。さあ、人数を絞ったからにはね、まあやはり理論値、やっぱりね、15万クラスはね、15万以上は理論値じゃないと難しいのかなというところでございますが、少々お待ちを。10名様限定なので並んどいてください。5連が出たら取られます。5連が出なかったら取られませんが、行きましょうか。これ預けさせていただいてからでございますが、てってれてててててれてて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 てれてぺぺれぺぺぺれぺ。あれ、お前らところで国分の放送来ねえな、お前ら。俺も気にしてんだけど、お前ら国分の放送来ねえな。おかしいな、今日は来ねえんかな。とりあえず日またいで来んのかな。まあ俺ね、皆さん素じゃやんないと思うんですよ、さすがに。国分さんね、素だとやんないと思うんですよ。私やっぱね、やるのは酒入った時やると思うんですよね。アルコールが入った時、人間の意志はかなり弱くなるというデータが人類にはありますんで。さあ、ナズハさんからがこちら。はい、どうぞ。ナイスショウちゃんからの、はい、ナズハからが、ペッペレッペレペレペペペレペペ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 レステテレテ。はい、ナズハ9万ゴールドからが、はい、1人目。はい、1人目カウントガヤの、はい、フロムワン来ましたよ。フロムワンの持ち込み、はい、フロムワン精霊王足、三河市オブの178786は3連は三河市純理論値ですね。純理論限定10名からの、9万ゴールドからの5連です。前回のポップンと雷盾売れないので、係さんも持ってきてください。はい、シューや9万ゴールドからいいですよ、係さん。どうぞ持ってきてください。まあ、ちなみに最強レグナード戦ってくれる人募集してますけどね。さあ、こちら、シューやからが40から17失礼いたしました。まあ、基本的に10名限定でいきましょう、基本的にね。まあ、10回に9回は親が勝ちます。基本的に10回に9回は親が勝ちますけど、皆さん、1割をかいくぐって持って帰ってください。さあ、9万ゴールドからのマリモさんからどうぞ。さあ、こちら48からが24は失礼いたしました。
あ、皆さん、一応お答えしておきますけどね、ツール使わないでください。ダイスのツール使ってね、12345とかやんないでくださいね。12345ってやってる人はちょっとツールなんじゃないかなって疑いますよ。12345は疑いますよ。ね。1、98、99、100、55、66も疑います。ゲルググから9万ゴールドからナイスからの、まあ、12345だけね、もう12345出されちゃうとフロムワンできなくなっちゃうんで。ゲルググ100、君はツール使ってない。ゲルググさん、まだ一応いけますよ。いけますよ。155、66、77、88、いけますけど大丈夫ですか。もうゲルググ100から一応振っていいですよ。ゲルググ君、一応振っていいですよ。一応振っていいですよ。55、66でいけますよ。振らずに帰った。タバサ、9万ゴールドからナイスベット。はい、こちら、タバサ君からが、こちら、13が、はい、42から2連からの、はい、2連が来まして、ニッパチは失礼いたしましたからのカイン君。さあ、ギャンブラーどもがいっぱい集結しておりますが、どうでしょうか、こちら、ちひろさん、体育座りで待っている。ね、もうギャンブルやってるのに体育座りで待つ、なかなかの素晴らしい姿勢。さあ、カイン君、9万ゴールドからがどうでしょうか。今、14来ましたね。14、なかなかいい、なかなかいい、83、破産。14、破産、71は失礼いたしましたからのロニー。最強レグナードの TA 社いらっしゃいませんか、いらっしゃいませんか。最強レグナードを倒してくれる軍団をお待ちしておりますが、皆様、優勝賞金が1000万ゴールド、ロニーからでございますが、何回も話してくれよ、もう。10からの、はい。76。失礼いたしました。やばいですね。やはり皆さん、3投目まででね、なんとか50以下できたいですね。ね、20、30、50でもいいので、3投目まででなんとか50以下。数えてる。ロニー、1、2、3、4、5、6、7名。さあ、レインディアさんからがこちら8人目。まあこれね、90万ゴールドになるんでわかりますよ。90万ゴールドになって OK なので、レインディアさんからがこちらどうぞ。さあ、レインディアから26、5は失礼いたしました。さあ、逆ならよかった、レインディア。5、26なら問題はありませんでしたが、大輔クラウザーで終わります。クラウザーさん、先ほどはご参加ありがとうございました。1、2、3、4、5、6、7、8人目から、さあ、72万ゴールドの収益を上げて、大輔さんで81万ゴールド。さあ、81万ゴールドの 80% がかがりさんじゃない。ちひろさんにも約束されておりますが、大輔からがどうぞ。大輔からの1等が78からの、失礼いたしました。さあ、クラウザーからがこちら、ラストいらっしゃいました。やっぱこの、サバちゃん渋いな。さあ、クラウザーから、さあ、この放送を見てもわかりますようにね、ダイスの操作などできないということを物語っておりますが、逆にダイスの操作ができるようになったら、カジノフィクサーは結構きつくなります。結構きつい展開を迎えてしまいますが、4227、失礼いたしましたからの、これホラーマンとか誰なんだこれ。はい、ちひろさん、おめでとうございますからのナイスキャッチ。はい、ちひろさん、こちら90万ゴールドの 80%、72万ゴールド、しかもですよ、精霊王の客体、失うことなく帰ってまいりました、ナイス。いいですね、この利子を取って儲けいる氷菓子のような、この儲け方はナイスキャッチ。しかし氷菓子ではございません、ギャンブルに勝ったのです。ちひろさんはギャンブルに勝ったのです。またのお越しをお待ちしておりますが、ちひろさん、やはり、理論地の方が行列ができます。理論地の方がこちらね。なんだホラーマン、精霊を黒く上、難しいもん持ってくるね。君難しいもん持ってくるね。これ難しいもん持ってくるね。これ難しいね。いや、これすごいもんなんだけど違うんですよ。いや、これね、まあ、正直、三つ同時に必要なもんってないんですよ。体勢が三つ同時、まあ、コロシアムだな。まあ、コロシアムで渋いけど、いや、コロシアムで渋いよ。コロシアムでは渋いけど、一応条件で行きましょう。五連、おいくらですか？これは渋い。わら、わら。これから使うは渋いね。
これやっぱりね、これね、全部土だったらすごいんですよ。5連おいくらでしょうか、ホラーマン。しかもこの人レベル69、ほらほら君の後ろにホラーマン。いくらでもいいってことはねえだろ。お前らちょっといくらでもっていうのやめてくんない？責任、いくらでもっていうのちょっとやめてくんない？お前ら、いくらでもはちょっと取られた時に俺責任が出てくるから。いやいやいや、まあいやいや、お前ら言っても、言ってもお前言ってもね、ホラーマンさん12万ぐらいだったら行列できますよ。いや私の5連12万だったら、いや5連12万だったらね、12万ぐらいだったらいけますよ。いやこれはね、いや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 、10万ならいいでしょ。いやいや10万ならいいでしょ。来た来たよお前、12万だったらいいよ。言っても精霊王だもん。いや10万だったらいいよ。10万ならいいよ。俺10万で取れなかったら欲しいもん。精霊王 OK。 どうやってるわら。ペッペレッペレペペペペペレペレ。みんな査定員厳しいなおい。大丈夫お前ら、とりあえず価値あるんじゃねえかってやつがわけわからずやりきるから。ペペレペペペペペレペペペレペ。さあホラーマンさん商品ください。ナイス。きた。土 18%、 風 14%、 雷 14%、 マストルティア唯一の一品でしょうね。はい皆様来ましたね。パルブッパ、パルブッパ精霊王、パルブッパ精霊、精霊王、5連10万、5連10万、10名限定、草原地区8930-1、草原、しかもね、魔法使いだけじゃないよ。ソウルが、ソウルもみんな装備できますから。来ましたね。モテゲモテゲ。皆さん、ロニーさんありがとう。この食いつきの悪さ。誰が来るかよ。いや、来てるだろ、目の前に。ロニーが。ロニー持ってっていいよ。ロニー持ってっていいけど。いや、ロニー持ってっていいよ。70だから、まあ、ロニー多分、これ70なら厳しいけど、ロニーよ。失礼いたしました。おい、ホラーマン、お客が来たぞ。やったな。ホラーマン、ホラーマン、お客さんが来たぞ。ホラーマン、やったな。ドラクエ4のトルネコの店番して鎖鎌が売れた時ぐらい嬉しいな。鎖鎌が売れて、歩合で30ゴールドもらった時ぐらい嬉しいな、ホラーマン。ホラーマン、もう客、ホラーマン、ホラーマンやったら8万ゴールド多かったぞ。ホラーマン返、ホラーマン返すわ。精霊よから、ホラーマン、まだ時期が来た、頼むわ。ホラーマン、8万ゴールド、ナイスキャッチ。ロニー優しいな、おい。やったら、ホラーマン、8万ゴールド。やったら、お前が売ろうと思ったら価格より7万5000ゴールド下げて市場出せよ。さあ、ということで、さあ、かがりさんから、いや、いいぞ、いや、ホラーマンいいな。黙ってそばやってくると聞いてたのかなと思うけど、渋いな、ホラーマン。いや、やったー、ナイスホラーマン、爽やかホラーマン、ナイス。なんか、名前とは裏腹で爽やかなやつだったな。絶対サブだろうな。絶対本話がじゃねえだろうな。あのエンゼルスライム帽かぶっててあんなにすげえ価値のある一品持ってんのおかしいもんな。はい来ました皆さん、はいポップンロッド、海神純理論地、そしてルフの盾の雷ブレス耐性来ましたよ。こちらこっちは今メジャーな商品ですね。ロッド柄の海神コロシアムでも十分役に立ちそうです。そしてルフの盾雷耐性からのブレス耐性、レグナードでこの雷魔法ね、今流行ってますから。さあカガリからのこちらのセットでございますが、さあ5連でいきましょう。5連でいってから、しかもブレスも大成功が1ついておりますが、いくらでいきましょう。
はい、こちらポップン、ポップン雷ルフ、ポップン雷、ブレスルフ、ブレスルフが、5連で5連の10名限定でいくらでいきましょうか。まあね、まあ15万ぐらいいけるかな。15万とかもうちょっと欲張ってもいいぐらいだけど、かかりさんいくらでいきましょう。10名限定からのポップン雷ブレスルフ、まあちょっと元値大体知りたいですけどね。テレテテテレテレテレテテテレテテテレテレテテレステテテテ、今相場落ちてて、おお、いくらにしますか。今相場落ちてますが、2つで1000万ちょい、13万ぐらいでいかがですか。13万ゴールドぐらいで、13万 G ぐらいでいかがでしょうか。5連13万 G ぐらいだったら十分お客様10名様完走できる額ではないかなと。ラッタ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 ッタッタ、おお、クロシア盛り上がって、おスケコロ盛り上がってんじゃん。おい、スケコロめちゃめちゃ盛り上がってる。ナイス初見さんから、スケコロがめちゃめちゃ盛り上がってますね。皆さん、俺もちょっとコロシアもやりてえな。パラッパパパパパパラッパパ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 パ、なんか俺お腹すいたな、お腹すいたなと思ったら何も食べてねえ。俺も出ようかな、コロシアム。スケコロ出ようかな、俺。はい、かがりさん、設定いかがでございましょう。13万ゴールドで5ならばいきますし、さらに上げてくれというのであれば、ね、上げてくれというのであればいきますが、かがりさん、いかがでございましょう。了解いただきましたら、もうお客さんが並んでますから、もうね、お客さんがこの、早くしろ、早くしろ、OK です。13万ゴールドゾロありから行きましょう。テッテレッテレテテレステッテテテテッテレッテレテテレステッテテテ。13OK からの小指さんからどうぞ。10名様限定からのナイス小指から。21 29 2連、いいところ、やばい、これはやばい、やばい、かがり、これはやばい、これはやばい、失礼いたしました。これ正直3投目で50台は苦しいね。60、70で終わりですからね。渋いですね。さあ、そしてこちら、カインくんから。まあ、正直3等で54とかちょっと燃えますね。さあ、カインから13万ゴールドからがナイス、カインくんから。さあ、カインくんの1投目45からの17、失礼いたしました。さあ、そしてこちら、ペコーリさんから3人目。さあ、カナゴ体操服からナイス。運動会の時の13万ゴールドからがどうぞ。13万ゴールドペコーリからが1投目が98は厳しいか。98からが失礼、あ、いけるいけるいける、110 110 98 110、前のより大きいの出せばいいんです。98 55、ペコリまだいけるよ、まだいけるよ、一応いけるよ、ほぼ無理だけどツール使ったらいけるよ。68、失礼いたしました。さあ、お次かなこから。はい、13万ゴールドからがどうぞ。13万ゴールドからが、はい、17から来ましたね。1投目17 36、おお、いい流れ。95は上げすぎか。95からの、か
モンキー失礼いたしました。さあそして僕ラグナーテレテーテテレテー。さあ13万ゴールド僕ラグナーからが OK。 さあ僕ラグナーの1投目から19、あれみんな1投目いいね、 19?49? さあここまでで2連3連60。うわー失礼いたしました。皆さん今ね 40% ぐらい取れましたね。67以上、44、55、66、77、88、99、100で取れましたね。いやーかがりさん今の今ちょっとドギッとしたでしょ。今のはドギッとしたでしょ。そうなんです、一度4連を味わってみないとドギッとできないんですね。さあタバサからがどうぞ。さあタバサからの1投が49、35、失礼いたしましてからのカカオテレステテテテテテテ。あれホラーマンまた出品できてる、出品で。そうです、どんどん高い数字を出せば OK です。ルール書いてなくてごめんね。13万ゴールドからの、さあ13万ゴールドからのカカオ。さあまず1投目に25出る、こっから4回連続で数字が大きくできれば、さあなんとルフの盾やポップンロッドの、レアアイテムをゲットというとこになりますが、ナズハてってれってれてて。はい、13万ゴールドからがナズハ、ナイスベット。1、2、3、4、5、6、7、8名ですね。さあナズハ86ちょっとでかい、53からで、さあおあと2名様です。さあおあと2名様で締め切り、現在8名様、おあと2名様で締め切りですけど、いらっしゃらなければこちらで終了させていただきます。10秒前から、9秒前から、8秒前から、7秒前、6秒前からの、5秒前、4秒前、3秒前からの、2秒前からの、こちらやりますか。ラスト2人がカインくんからの。さあもちろんこちらもう誰もいらっしゃらなかったら同じ方2回やっていただいても結構です。さあこちらカインくん73で終わりからの13万ゴールド。さあカインからの1投目からが33、2投目からが45、悪くないね。あれさ74、おお、惜しい、9193逆で取られたよ。749193で終わりだったよ。さあ来ました、惜しいですね、スーパーリーチからの外れましたね。さあ73から、さあ皆さんルールが分かってきたでしょうか。13万ゴールド7からがナイスベット。いかんでゲソ。さあ7397、これは厳しいか。97からの2投目失礼いたしました。かがりからがナイス防衛はおめでとう、ナイゲッチ、かがり取引。ホラーマン大丈夫、次の一品大丈夫、ホラーマン大丈夫。はい、装備品なんとこちらポップンロッドの準理論値、そしてこちらルフの盾の雷 14% ブレス、こちらが基礎効果と合わせて、28%、 これはいい品ですけどね、ナイスからのゴールドは130万ゴールドから 20%、 26万ゴールド引かせていただきまして104万ゴールドからかがり、こちらは商品を失うことなく、帰ってきてナイスキャッチ。出た数字と入れて5連で結構です、つまり4回上げれば結構です。さあホラーマン大丈夫、ホラーマン大丈夫、
お前、お前パルプンテ好きだな。お前パルプンテ回し好きだな。これちょっと俺いいか悪いか分かんねえわ。土 28% の、これね、雷とかだったらすごくいいんだけどね。お前土好きだな。これ雷とか風だったらすっげえ価値あんだけどね、これ。しかも樹体が8と。まあ、まあ先に手に入れといてもいいかもしれないですね。あの、土耐性が来るまで待っててもいいですね。土のやつが来てもいい。いらなすぎ。あ、ホラーマンさん、いくらですか？お前ちょっと面白いな。お前ちょっと面白いからこれは取り上げるか。ホラーマン、これいくらにしますか？これいくらでいきますか、ホラーマンさん。これ全部土だったらより、1億2000万だってこれ。ペレペペレペペペペ、強気でいけ。受胎成功してる、成功してる。受胎成功してんだろ。10万ホラーマンさん、行きましょう。10万さん、10万で行きましょう、ホラーマンさん。待て、火の大陸。でもこれやべえな、レグナード火の大陸だけど、炎じゃないんだよな。そこだよな、お前ら。炎じゃなかったからな、レグナード。じゃあ、ホラーマンさん、こちら、受胎は成功しない、成功しますよ。呪文はちゃんと大成功品ですから。いや、俺これ意外と、いや、お前ら、これ意外と俺、待てるんだったらこれありだな。父待てるんだったらありだな、これ。やべ、蚊がいるぞ、おい。マジか。おい、蚊がれだ、蚊が。蚊がいるとかマジかよ。しびいな、おい。やめてくれよ、俺。虫大っ嫌いなんだよ。引っ越しだな、これ。暑いぞ。え、シンジが来た。はい、行きました。はい、エンテ、土。28%、5連、10万ゴールド、限定10名、草原地区、8930-1。おい、ホラーマン！おい、ホラーマン！さっきより客来たぞ！ホラーマン！さっきロニーしか来なかったのに、今回客、二人来てるぞ！やったな、ホラーマン！トルネコの店でハジャの剣を持ち込みに来て、それが売れた時ぐらい嬉しいな。さあ、カインからの、はい、熱いぞ、モテケ。ホラーマン、ちょっと何が熱いかちょっとわかんないわ。ホラーマン、ちょっと8万も多かったかな、ホラーマン。嬉しいな。お前、コメントシンプルだし、お前ちょっと、お前人気の出方わかってんな。ホラーマン、熱いぞ。モテけ。嬉しいな。もう体育会系だろ、お前絶対。お前、大柄し絶対リアル体育会系育ちだろ、お前。で、こちら、ゲルググ10万ゴールドからが55。55からの、62。62。いや、昔ね、ギャンブラーこういう面白いやついっぱいいたんだよ。こういう、カジノに遊び来るやつらに、ね、こういう面白いのいっぱいいたんだよ。シンにもこういうわけだったんだよ。また来たのか、シンニーとか言って。またお前金持ってきたのか、シンニーとか言って。ロアもそうだったんで、ロアも。また瀕死できたのか、ロアっつって。覚えてる？最初みんな生主になる前すげえ人気だったの、シンニーとかロアとか。で、それで人気になって味しめてみんな生主になったんだよ。知ってたお前ら。カジノフィクサーでテンション上げてみんな生主になったんだぞ。さあ、昼夜80から67からがこちら、失礼いたしました。さあ、マーリーモから。まあ、こういったホラーマンもここで味しめると、もう2ヶ月後には生主ですよ。さあ、マーリーモから。ワンちゃんもう生主っていう。さあ、マーリーモからの10万ゴールド、ナイスベッドからが、さあ、1名、2名、3名、4名からが4名。さあ、4名、399486からの。おお、ホラーマン、乾燥する、乾燥する。おい、ホラーマン、乾燥するぞ。
あれこれマジ感想するじゃん。マリモ、シュウヤ、ゲルググ、カイン、タバサ5人目、5人目来た来た、5人目、5人目ナイス、5人目。いや感想、感想かこれ。タバサ8時74失礼いたしました。カガリからの、カガリ6人目、いい食いつき。これ商品ちょっとあれだな、商品みんな並ぶと嬉しいよこれな。来たなこれ、フロムワンラッシュ来たなこれ。テテテレテテレステテレテテテレテレテレテテテレテテテレテレテ。さあかがり6人目の四角からが、はい、こちら1投目からが、さあさっきのかがりの時はみんな1投目結構いい数字でしたけど、今回はみんな1投目が高い数字で、これはなんか楽勝で突破できるムード。あれこれ乾燥ムード来たな、ホラーマン。これ来てるか、10万ゴールドからの乾燥ムード来てるぞ、これは。さあ、カインからの1、2、3、4、5、6、7。はい、7人からの7、失礼いたしました。はい、きっとやるを。はい、こちら、勝ちますよ。1、2、3、4、5、6、7。さあ、やる、きっとやるを組んで、8人目からナイスベット。ペレステテレテテテレテレテテレテテテテ、はい、きっとやるよ。10万ゴールドからがナイスベットからの8人目。おい、ホラーマン、バラモスオプションとワンチャン完走できるとこ捉えなければ。80からが79、惜しかった。やるを、惜しかった。やるをつぶらな、なんか綺麗な目してるな。バラモスから はい、こちら10万ゴールドからバラモス9人目。はい、9人目からがサイコロ57 57 78、失礼いたしました。そしてオプション、オプションさん、これは勝者に800万ゴールドかけて敗れてしまったので取り返したいとこですね。あの、そろそろ、ロア破産速報か、新時放送開始速報来ないですね。さあ、オプション10万ゴールドラストで、さあ、これが取られなければ、ホラーマン勝利です。取られなければ、ホラーマン勝利。さあ、オプションがどうだ ?1 投目。72、みんな高いな、1投目。73。74。20、失礼しました。みんな1投目高かったな。オプション72、バラモス57、ヒットヤルを80、カイン70、カガリ64、タバサ80、マリモ39、シュウヤ80、ゲルググ55、カイン98。おい、10人中9人が50以上じゃねえか。50以下だったら1人しかいねえじゃねえか。めちゃめちゃ勝ちパターンじゃねえか。ホラーマンこちら、ナイスキャッチ。さあ、ホラーマンがこちら、炎帝の大盾で失うことなく、さらにこちら、ゴールドは、80万ゴールドからがこちら、ナイスキャッチからホラーマン、おめでとう。あれ、皆さん、この人たちはあれですか、いいものが来たらやってやろう、常連勢ですか。ありがとう、ナイスホラーマン。また来てくれ、ホラーマン。ちょっと、お金預けておこうよ。あれ、皆さん、まだ持ち込みございますか？まだまだ持ち込みございますか、皆さん。バラモス調整してるからね。バラモス外で調整して。お前、調整進化、お前。やっぱバラモス、次1が出そうな時行くか、つって。やべえな。ペレペー、土マン。土マン頼むぞ。土マン、土40にはマジで熱いな。土マンはマジ熱い。いや、土マン、次あの、18%、18%、14%来てほしいな。あの、究極の 50%。あれ、僕、ラグナ君、持ち込みですか、まさかの。僕、ラグナ君、これ持ち込みですか、これ。聖剣者のローブ上。さあ、現在ちょっと精霊王に押されがちの聖剣者のローブ、はい。おお、
風 14%、 闇 14%、 ドルモアを減らし、なおかつサイクロンアッパーを減らす。これはコロシアム需要高めですか。聖剣者闇風14、皆さんも反応に困っておりますが、ダークネスショットとか、バザー、ダークネスいいね、900万、あ、なかなかいいね。いや、いいね、今闇耐性ありなんだね。これラグナさん、いくらでいきますか。僕ラグナさん、これいくらでいきますかね。こちら聖剣者風闇各 14%5 連の、5連の10名いくらでいきますか。さあ5連10名から、これでまあラグナ君の設定次第ですけどね、4連20万厳しいだろう。お前ら結構見てるとわかるけど、4連たまに出るから、4連たまに出ますから。おシャルルさんも持ち込みがいいな。お前ら持ち込み増えてきたな。いいないいないいな、持ち込み増えてきて、5連10万ゴールドかしこまりました。いいんじゃないですか、いい設定、ちょっと安いぐらいじゃないでしょうかね。さあ聖剣者風闇家具 14% の、5連10名10万ゴールド、この実は10万ゴールドで遊べるっていうのはちょっといいんですよね、これね。さあ聖剣者からで、こちらが、聖剣者の闇 14%、 風 14% からのフロムワン。もうカイン君すげえな、金持ちなんか最近。さあこれは僕ラグナ緊張のお持ち、お客来て、もうこれね、来てくれると超嬉しいんだよね。やった、客が来たっつって、客来たっつって。さあカインからのペレペペペレペテレテレテテレテテレテテテレテレテテレステテテ、はい、10万ゴールドからカイン君が、さあこちらカイン君が1人目からの、あ、ちなみに僕ラグナーはここに持ち込み、ラグナーにはロアの枠で大セットます。高くて297967、失礼いたしました。そろそろあのプレイヤー勝ってほしいですね。そろそろこのダイスギャンブラー勝ってほしいですね。10万ゴールドそろそろ勝つと、あ、5連出るなっつって、今だと5連マジで出ねえなってなってるから、俺がやるときもすげえ5連でちょっといい設定出さなきゃいけない。8728、失礼いたしましたが、さあこちらゲルググペペレペラグナーに超ぶっぱしてんじゃん、1000万ずつ超ぶっぱしてんじゃん。ゲルググからがナイス10万ゴールドからがナイスベット。さあこちら現在が、カイン、シュウヤ、ゲルググ39からが2投目、69からが3投目、35は失礼いたしました。さあバラモスから来まして、さあ僕ラグナさん完走できそうですよ。こちらは完走できそうな勢いからがバラモス、10万ゴールドからがナイスベット、はい、ナイスベットのバラモスからが、まず1投からが37からの2投目が55からの3投目が46、失礼いたしました。さあそしてこちらお次マリモさんからでございますが、さあこれは完走確定か、これからコロシアム需要が来るとの見越しての仕入れギャンブラーぜ。さあマリモからがこちら1投目が20からの70からの30、失礼いたしました。オール切りのいい数字、20、70、30から。さあタバサからナイス、はい、タバサ10万ゴールドからのナイスベットからの、皆さん今日結局今日レグナードいけなそうですね。レグナードの参加者がいなそうですから、タバサ38からの7、失礼いたしました。テテテテレッテ、いやでもな、ぶっちぎるっていい、新時ぐらいのペースで放送してるやつは、マジなこと言っていい、働いた方が楽ですよ。これマジで。私、放送と社会人両方やってますけどね、社会人の方が楽っすよ。放送でみんなから人気を得ながら、常に注目を集める方が難しいっすよ。
てってれってれ。これ、ごれんね、何パーセントかね、まあ、計算してみてください。いろんなことを毎回毎回言ってくる人がいるんですけどね。まあ、私、大体確率してますけどね。まあ、そうですね。100人に1人は出ますよ。100人に1人は出ます。さあ、オプションから。さあ、6637から。これまでのカジノフィクサーの統計だと5連は100人に1人以上は出てると思います。さあ69からの46、失礼しました。正確な数字はゾロ目もあるんでちょっと難しいところですけど、さあオプション、ヘアリー、タバサ、マリモ、バラモス、ゲルググッシュやカインくんが最初に来て9人10名で OK。 カイトくんでこちらが終わりですが、カインくん、カイトくん、おや、ロア君がダイス枠を取ってるということは、これはどうなってんの？ロア君、ダイス枠取るということは、勝ってんの負けてんの？さあ、カイン君が10万ゴールドからがどうぞ。はい、カイン君、80万ゴールドから12万失礼いたしましてからの回答。パッパラッパラパッパラッパラタタタラタラタラタタタタタ。はい、カイト10万ゴールドからがナイスベッドからいきましょうか。はい、カイト88からが、こちらが90からが、3連目が失礼いたしました。ということで、僕ラグナー完走はおめでとう。やっぱあれだな、4連ぐらい出ないとみんなビビらないよな。やっぱ4連出ねえと、おってなんだよな。さあ、こちら、僕、ラグナ、80万ゴールド、さらに、こちらが、聖剣者のローブ、風闇、こちら、失うことなく、戻ってきてからの、80万ゴールドからは、ナイスキャッチ！いいですね。ね、ちょっと危ない橋を渡るだけでね、これはいい感じですね。シャルルさん、出品ですか？査定させていただきましょう。はい、査定タイムから来ました。ナイスシャルルから。実はね、1時間前からトイレ行きたいんですよ。1時間前からトイレ行きたいんですけどね、これは持ち込みが来てる以上はね。来た。おお、セット。鬼神の鎧。ちょっとこれ、福袋みたいにドキドキしますね。はい。わー、結構いいね。闇耐性重圧ついてるね。もう今や風と並ぶぐらい重要と言われてる闇耐性。18% からの、守備も全成功。守備もこれ、プラス3マイナス3だから66だもんね。成功成功。そして、ルフの盾。あ、光 14%。で、攻撃呪文ダメージも両方とも成功。なかなかいいんじゃないのこれ。これ、両方でいくらですか、シャルルさん。なかなかいい値段つきそうだけどな。なかなかいい値段つきそうだね。パッパッパラッパッパッパラッパラ。でってテレレレレレレテレレレレレレ。シャルル正直もんだな、おい。おい、シャルル500万ですが、正直者すぎんな。こんなん500万で買えんの？なんかもっとするイメージだけど、500万で買えんの？こんなん。でもシャルル500万って言っちゃうと、そんなに取れない。500万でできたんだ自分がね。でこれ価値いくらい、価値価値500万ってことはねえだろ。俺だってこれ両方500万で言ったら買うわ。シャルル2000万ぐらいの査定でいく。
2000万ぐらいの査定だったら18万いけるよ、18万。え、7万とか、シャルル、10万でいいよ。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 他の人持ってきづらくなっちゃうから。10万でいいよ、10万で。10万でいいよ。よろいに楽勝いただくね。おーい、お前すごいツッコミした。鎧にダグレッションって言って。なんか俺も、そんだけ、いいんだよ、お前、いいんだよ、お前、いいんだ、10万で。よくわかんないけど、いいんだよ。ドルマドンもあるからな、ドルマドンがあるからな。はい、行こう。はい、キジンドルフ。はい、キシン。もうキシンって漢字変換出ねえからめんどくせえな。キシン。キシン上ダーク、キシン上闇。闇 18%。それから、ルフ。まあ、お前らルフついてるわな、ルフ。ルフ光が 14% ついてるから。シャオケーさあ、もう大行列じゃねえかおい、シャルル頑張れ、シャルル。これみんな出品者、これコロボボとか、これ出品者、これコロボボとか金持ちだからいいもん持ってくんじゃん。はい、カインくん、もうカインくん10万ぶっぱすげえな。はい、皆さんどうぞ。10名様限定からの34からの33は66だから OK。66からのお次が65は失礼いたしました。はい、お次テレレレレー。とりあえずな、次コロボボな。ゲルググからの、お前らすごいな。とりあえずもう売れないしな、どんどん持ち込んできてんのお前ら。はい、ゲルググから、てっ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 て、もうどうせ売れねえしな、オークションやりてえよな。どうせ売れないしな、しなオークション。さあ、ゲルググ10万ゴールドからがどうぞ。はい、ゲルググこちら26、1投目からの、2投目からがこちらが 33OK、 2633からいいんじゃない、74から3連。お次80台は失礼いたしました。さあ、そして青豆からがナイスベット。あれ、これシャルルあっさり完走、結構人気あったな。やっぱ、鬼神とか人気あんだな。さあ、青豆からが10万、ゴールドからがこちら、ナイスからが。さあ、青豆、第1投目からがこちら。さあ、青豆が72からのお次でこちら、37失礼いたしましたが、さあ、こちら、フロムワンの常連、バラモス君、ナイス。いや、最強レグナード戦やりたかったな、賞金1000万ゴールド。さあ、バラモスこちら10万ゴールドからがナイスベットからでどうぞ。7698からの72は失礼いたしました。さあ、お次モフモフさんからどうぞ。さあ、モフモフな、モフモフ10万ゴールドからレグナード参加者が来ないんだよ。さっき3名来てから参加者、今来ても賞金1000万だよ。全滅したら半額500万。さあ、こちら10万ゴールドからがナイスモフモフからが1回目。58からのお次がどうぞ。58から39からの失礼いたしました。そしてタバサから、ほんとスピードスクラッチくじみたいになってきたな。はい、こちら、1,2,3,4,5 名。タバサで6人目ですね。タバサで6人目からが、はい、OK。99からの63失礼いたしました。
シンジ、あ、シンジ、バイト決まったの。おめでとう、シンジ君。何のバイトをするんですか？早いね。さあ、マリモからが、デレレレレレレ。はい、マリモ、10万ゴールドからがどうぞ。63から51は失礼いたしましたからのオプション。ナイス10万ゴールドベット。さあ、89からの32は失礼いたしました。さあ、これまでね、4連は出ますけど、5連は出ませんね。今日は親がだいぶ勝っているイメージでございますが、さあ、小指から、結構このフロムワン勢多いですね。フロムワンギャンブラー勢多いですね。さあ、小指10万ゴールドからがナイスベットから。てってってれれてれれれてれれれって。いや、ビッグブリッジな。おい、4! おい、おい。うわあ、上がっちゃったな。4、11、75、84! カモン、85以上。85で確定です。85で確定。44でも OK! ナーイス、これナイス、小指は4、11、75、84からがナーイスキャッチ。これ達成者ナイスだよ、これシャルルさん。シャルルさん、お気の毒です。小指きたな、これ。これはちょっとね、これは記録しておきますから。5連小指、このパシフィスタが遊び来たところ、パシフィスタのところで消しておきますけど、なんとかが遊び来ましてで、これ1個消しておきますけど、いやいや、5連出ましたね。でも昔超5連出まくってる時あったよな。5連小指からのシャルル。さあ、というとこで、まずは小指ナイスキャッチ。シャルルトライしたな。シャルル切ねえな、トライしたな。これであの親が買い出した笑うな。取られんじゃん。やべ、ルフの盾、こちら光耐性14、受体14のプラス3と、そしてこちら鬼人の鎧闇 18%、 こちらが小指はナイスキャッチ、10万ゴールド。しかしこちら、こちらシャルル君、1名、2名、3名、4名、5名、6名、7名、8名、9名からの、いやー、これ渋いな、シャルルありがとう、器でかい。ありがとうっす。もうロアだったら、はぁ、はぁ、ありえんだろ、これ。ふざけんなよ、これ。これ5連ってもう、超出るんちゃうの、これ。はぁ、はぁ、マジなっというかね、インチキだわ。これロア。シャルル、おめでとう。72万ゴールドからのこちら、シャルルナイスキャッチ。まあ、シャルル君、72万ゴールドでと思って。コロボボ君、出品かね。さあ、皆様、獲得した小指、そして、気持ちよく持っていかれたシャルルに皆様、5連の到達で、大きな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 、大きな拍手を、ナイスブラザーロも、こんな5連なんて滅多に出ないものに10万ゴールドも突っ込んで、アホだなというところからの、ここで5連出したのはすげえと称えられる小指と、こんなんで取られちゃってシャルルちょっと気の毒に、ナイス拍手。おい、バザー4000万ってなんだお前、渋いなお前。おい、バザー4000万とか超いいな。トイレ行かしてくれ。
コラボボ、見る前にトイレ行かせてくれ。トイレトイレ。4000万球来た。大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。曲変えよう。曲を変えて、曲をちょっと渋めの曲だな。さあ、こちらコロボボ持ち込みの商品でございますが、はい、これ今一番人気のやつね。これね、これ今一番人気のやつじゃないですか。魔法使い勢に一番人気のやつですね。雷14のパルがついてのブレスが、これが 26%。 これみんな今狙って作ってるやつね。やりますね、これ。これは商品としては申し分なし。コロポポさん、いくらでいきますか。これはすげー。これはいくらでいきますか。これは今旬ですね。まあちょっと値段下げたらこれは売れるでしょうね。5連10名いくらでいきますか、コロボボ。ちょうどいい設定。ブレス、これ 26%。 まあね、コロボボね、お客さんがつくので25万だね。さっき私もスレイブニール33万で出したけど、スレイブニールはやっぱり分かりやすく9500万っていうところでね、まあ、25万ならお客さんつきますけど、どうでしょう、コロボボ。まあ、欲張って27かな。欲張って27。30はちょっと難しいかなというところ。25万ゴールド10名で OK 来ました。さあ、この最も旬な品がやってまいりました。ブレス2回大成功、雷 14%。 これ素晴らしいですね。お金持ちしか装備できない至高の一品でございますが、25万ゴールドですよ。25万。さあ、ちょっとガチなやつになってまいりましたが、ホラーマン、君の後ろにホラーマン、私の前にもホラーマン。テテレテ、
まさか土耐性持ってきたんじゃねえよな。さあホラーマン、稼いだお小遣いをここで使っていく。25万ゴールド。さあホラーマン25万からがどうぞ。さあ5連が出たばっかりなのでね、まあ、連チャンではあんまり出ることはないと思いますけど、18、おお、おお、41、おお、悪くないね、悪くないよ、ごお、悪くないね、おお、カモン8、失礼いたしました。これボボ25万で4000万の持って帰るとかって。お前20%でとかきつすぎんだっけ。これ惜しいや、今の惜しかったな。いや今の惜しい。これボボほほとか。いやいいですね、どうしませんね。ホラーマン持ってったら調子深かったな。さあ小指からがこちら。もう小指は今日も遊び放題ですから。小指は今日大儲けしても遊び放題。さあ25万ゴールドからの小指。まあ、これちなみにこれコロボボチャリンチャリン20万ずつだからね。20万チャリンチャリン、20万チャリンチャリンだからね、これ。さあ小指25万ゴールドからが。あれみんな一投目いいね。お前小指2回連続とかやる ?43? からの失礼いたしました。まあ、2回連続とかやばいだろ。あれ、カイン君またすげえ金持ちになったのかな。さあ、カイン君からがこちら、25万ゴールド。てれてれてれれれれれれれ。25万ゴールド、カインからがナイスベッドからの3人目が86万、まあ、これはダメでしょうね。80から失礼いたしました。さあ、そして青豆から、コロボボ、もう60万儲けてるぞ。皆さん、やっぱりね、設定高くても、いいやつ持ってきた方が儲かりますよ。まあ、どうせ取られないと高をくくるんだったら、高いもん持ってきた方が儲かりますよ。さあ、青豆、25万ゴールドからの。さあ、青豆、63からが、こちら、はい、45、失礼いたしましたが、僕、ラグナー。さあ、僕、ラグナーもさっき稼いでいたゴールドをここで使っていく。パッパーテレレレレレレ。はい、僕ラグナー25万ゴールドからがナイスベッドからの相かがり。はい、僕ラグナー7。ほう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 。ああ。はっはっはっは。あげすぎだろ。カモン90以上失礼いたしました。 SKS ってなんだ、新危なお前、これ72ニッパチはきついよ。これは精神的にきついよ。うん、まあ俺ゴールデントーテムかけてあれ何回もやられたことあっけよな。まあ俺ちなみにフロムワンほんとすごいの、4投目まで16、5投目とか4投目まで18とかそういうの やられたことあるよ。おお、かがり394581。4投目がはい87。おお、4連すごくね。おい、4連すごくね、これ。おい、カモン88以上どうぞ。カモン88、44以上でも OK。 緊張の一投、いいよ。ここが今僕が夢を見上げる場所。まあ、これはここが今ですね。まあ、よく考えたらさっきのシャルルも、ここが今でしたけどね。シャルルもここが今だった。
さあゴジラ、あ、タバサ25万ゴールドからどうぞ。さな、結構ね、4連続いたな。なお前ら4連出るだろ。4連だって何人続いてる？1人2人3人やばおい、10分のやばいだろこれ。ちょっと待って、これ何人これ？ 1,2,3,4,5,6,7 おい、7分の3人が4連とかやばいだろ。7分の3、4連とか、コロボもちょっとやってらんねえだろ。25万ゴールドからモフモフ、なんか出そうな流れ、なんか出ちゃいそうで、声高い、高額商品に限って出ちゃいそう。はい、モフモフからがどうぞ。モフモフ、はい、11、あれみんなちょっとなんか、え、する？49、11、49からの3投目、はい、77、3連、みんなでお祝いジャンプした。ゴミは失礼しました。こちら1,2,3,4,5,6,7,8、 はぐれラオで9人目。はい、はぐれラオ9人目から10人目の挑戦者いらっしゃいませんね。10人目の挑戦者はいらっしゃいませんか。はぐれラオ25万ゴールドナイスベット。はい、ラオウからが95、俺の名を言ってみろ、95、59、失礼いたしました、帰んの早。おあと1名様でございますが、ラオウ25、モフモフ、タバサ、カガリ、ボクラグナ、青豆、カイン、小指、ホラーマン、あと1名で来ますか、小指くん。さあ、おあと1名、小指くんが来ますか、これ。来ません。はい、いらっしゃらなければ、10秒前からが、9秒前からが、8秒前、7秒前、6秒前からの5秒前、4、3、2、1、タバサ OK。 25万ゴールド OK、 10名完走でナイス。はい、タバサからこちらどうぞ。64、73、30はこちら失礼いたしました。ということで、コロポポナイゲッチ。はい、コロポポ君250万ゴールドの 80%、 なんと商品を失うことなく200万ゴールド、そして精霊王のクローク、雷 14% からのブレス耐性、こちらは帰ってきてからの200万ゴールドはおめでとう、ナイガチュー。いやいやいや、皆さん、まだ持ち込みがあると、まだまだ持ち込み商品があると。リスナーの皆様飽きてませんか？リスナーの皆様結構飽きがちじゃありませんか？大丈夫ですか？結構飽きがちになってませんか？大丈夫ですか？まあ、私は皆さん何やってるって、あの、レグナ、最強レグナードの参加者待ってるんですよ。私は最強レグナード参加者待ちですよ。参加者待ちの間にフロムワンやってるだけですよ。商品楽しいけどな。ただこう商品が集まってきたのは、これ素晴らしい傾向だな。はい、オッケー。さあ、お次、ケンジが離席してるけど大丈夫？これケンジ離席中。掛け金上げて4連でもいいよ。ただやっぱこれ、ルーフの盾プラス 2？ ケンジが大丈夫？ルーフの盾プラス2で値打ちもんとか大丈夫？だいたい10万ゴールド以上のやつだよ。お前はどうしてホラーマンのポジションを取りに行くんだ、お前は。
秋が1位、うわ渋、秋が1でこれは渋いな、あこれは渋いかも、ホラー、これお前ホラーマンに言ってやれよこれ、これ3、うわこれ42、あこれでもすげえかもな、あ違う18か32か、 32% おいホラーマンがおいとか言っておいつ次土越えたら奥越え、秋が一個空いている、なるほど、これケンジさんいくらですか、道東出品2、まあこれは渋いな、誰か回してほしいよなこれ、これ渋いですね、これ皆さんこれに失敗つついて、まあ同一はちょっと正直価値あるよね、何でも同一は価値があるよね、2380万、さあケンジ君ここに需要があるかというところでございますが、いくら設定でいきますか、まあ土耐性の強敵が来てたらね、もう超フィーバー品ですけど、お任せ、お任せとかないんだよ、うちは。まあ、ケンジ、10名、まあ、15万だな。まあ、ケンジ、15万だな。10名、15万だな。ルフ、土。ルフ、土。まあ、でも確かに3つ、サンパルブッパよりは、全然重要ありますね。そうだな。ホラーマン取りきたぞ、おい。ルフ、土、32%。5連からの、もうちょっと誰でしたから、7名にしよう。もう、な、もう、もう、もう、まあ、いいや、10名。10名からが、こちら、15万だな。ホラーマンこれ回すのかな？ホラーマンこれ回したら受けるよな、これ。お前何土に大きなお前笑い飯かお前土ーん、土、いや笑い飯なの土ーん超面白かったな、土回す秋出てますから、秋出なかったら社長無理無理無理、お前そんなんできるかケンジ、ケンジそれ今度企画の時じゃ持ってきて、企画やる時よろしく、おい、客ホラーマンしかいねえってマジこれ。お前ら客がホラーマンしか来ねえってかマジこれ。79.1。お前結構持ってんなお前。お前持ってんなホラーマンお前。79.1。ちょっとホラー、ちょっとホラーマンにちょっとますます興味が、やばいな。こいつ、こいつなかなかエンターテイナー。こいつなかなかエンターテイナーだこいつ。ホラーマンさん、まず、あと9回いけるぞ。ホラーマンあと9回いけるぞ。こいつグルホラーマン10回なんかちょっと取ってほしくなるよな、さあオプションからの、いいね、大人ですね、大人エンターテイナーですね、ただの目立ち社会じゃないですね、エンターテイメント分かってますね、さあオプションからの、まあね、いろんな面白いドラッグ放送ありますけどね、カジノフィクサーほど面白いやつがいっぱい出たコンテンツないっすよ、おもろいプレイヤーがここまで集結したコンテンツ一個もないっすよお前ら。ね、俺がドラクエ1のインディーズ生主かどうか知らないけど、この放送ほどおもろいやつが集まった放送は絶対ないよ。さあ、ホラーマンからの、それだけがカジノフィクサーの誇りだ。さあ、15万ゴールドから最終回かお前。さあ、ホラーマン15万ゴールドから、さあ、ホラーマン15オプション、15からのホラーマン90万、ホラーマンこれダメだな。これワイプだな、これ。ホラーマン、ワイプ、ワイプ、これワイプ、ワイプ。ワイプ、ワイプ。でも、他に誰も来る要素ありません。他に誰も来る要素はないが、他に誰も、まあ、これホラーマンが帰ったら終了。ホラーマンが天外に出たら、ケンジ君返します。ホラーマンが、これ帰るか、ホラーマン帰るか、ホラーマン、帰、来たい、帰る、ホラーマン、トライフォー、トライフォー。アイワイプ、アイワイピー、ワイピー、アイ、行きました。アイワイピー、ワイピー、ワイピー。ワイピー、ワイピー。
テレテテテレテ。いや、別に、お前近寄ってきたからって言ったら出ねえからな、お前。王が一番ビッグサイズでかいな。俺人間普通サイズ。もう取って帰ってほしい。まあ一応申し込み待たないと。いいぞ、これは満足。申し込み待たないと、これ。何迷ってんだ、お前。お小遣い不足か、お前。来ましたチリリリン来ました。チリリリン15万ゴールド、ナイスベッドからの、どうぞ。いいねワイプじゃねえ、これいけるよ。失礼いたしました。あ、来たよ、ヘアリーからの。あ、来てるよ。実はみんなちょっと価値があるんじゃねえかって思い始めてきた。あのホラーマンのおかげでこれもしかしたらものすげえ価値があるんじゃねえか。お前ら15万で取ってホラーマンに500万で売りつけようとか、そういう魂胆じゃねえだろうな。さあ、ヘアリーからの70からが、これ YP だな、これ。お、84からが、お、77 OK だよ。いいよ。154。いや、いいよ。154。ゾロ割りだから。失礼いたしました。いやー、土すごいな。ちなみに土ってどこで使うんですか？ちなみに土って今のところ何で役に立つんですか？コロシアムのあの、プレートインパクト以外、モグラな。さあ、ピピンからナイスベッドからが、マジンかな。ジバルンバ、ジバルンバな。あ、ジバルンバいいじゃん。ジバルンバ大事。ジバルンバいいじゃん。渋いな。90から94、失礼いたしました。1名、2名、3名、4名、5名、6名からの、はい、ホラーマン7。はい、ホラーセブン。なんか、たまにはホラーゲームとかやろうかな。なんか、ケイスケに前聞いたら、全人死亡ですとか、9人9扉なんとかっつうのが、面白いって言ってたんだよな。15万ゴールドが、あ、ローズバトラー来るかもね。さあ、ホラーマン80、これ YP だな、これ YP、YP、YP、失礼しました。ついに大スカイにも取り入れられた YP。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。やばい、7分の4ホラーマン。はい、7名まで、はい、お次8人目です。お次8人目でございます。いや、俺ホラーゲームとか全然ビビんないから、マジで。もうほんと一回絶叫したら罰金100万でもいいよ。罰金100万ゴールドでもいいよ。そんくらい俺全然ビビんないから、ホラーゲーム。へえへえ、あ、これは怖い人は怖いだろうね。へえ、15万ゴールド、モフモフからが、ナイスベッドからの、さあ、モフモフ、あ、ホラーマン帰ってきた。ホラーマン帰っちゃったよ。ちょっと寂しいな。110OK、6255からが、39、失礼しました。1、2、3、4、5、6、7、8、8名。8名まで、次9人目です。9人目からの15万ゴールド、タバサ。やばい、ホラーマンの出番がなくなった。タバサ、15万ゴールドからが、ナイスベッドからが、はい、どうぞ。タバサがこちら、9、いいね、9、5、7、3、8、失礼いたしました。ということで、カイト君がこちらでラストということで、まあ、ケンジのことですからね、ホラーマンがピンポンってきたらラスト1回いいよって言うと思いますね。
じゃホラーマンだからラスト1回いいよっつって。カイト15万ゴールドからのベッドがこちら。はい。94。失礼いたしました。まあ、ホラーマン普通に帰りましたね。多分もう寝るんだろうな。ホラーマンさんなら OK。多分もう寝るんでしょうね。さあ、120万ゴールド。さあ、ケンジ120万ゴールドからこちら、ルフ。さあ、秋1個でね、渋かったですね。この土大生。皆さん、こういうものは人気ありますよ。同じ体勢で、このもう本当に、まだまだ途方もなく見えている。こういうのは重要ありますね。120万ゴールドからがこちら、ナイスキャッチからのケンジ、ナイキャッチ。あれ、これで、なんかお次ね、かがりな気がする。かがり闇24だって。こんにっこ動画。いや、今日も終わっていいか。今日も終わりか。12時か。明日入んないな、俺。ドワンゴが0時ぐらいを、今日2時は絶対聞かねえ。今日2時は絶対聞かねえ。絶対、今日2時絶対聞かねえ。で、ちょっとお金預け出してください。お金を。ムドだけ。ムド？ムドやった方がいい？ムド。そういや、俺あれだな、長野県行くんだよな、そういや。家具じゃないよ。銀星が手振ってるぞ。銀星が手振ってるよ。スケコラ流行ってんな、スケコラ流行ってきたな。フロムワンも流行ってきたが、スケコラも流行ってきてる、ナイス。パーパー、僧侶以外、超いいんじゃん、人。おい、スケコロ超にぎわってんじゃん、マジ。やったな。ホラーマン外いた。ホラーマンもしかして全財産60万ゴールドぐらいで全部なくなって今途方に暮れてるとかねえよな。てれててれてて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 てあ、今日鳥の市か。それで電話かかってきたのか。さあ、こちら、カガリさんとシャルルさん。あれ、パシフィスタを持ち込み？あれ、パシフィスタ持ち込みいいよ。持ち込み OK？ なるべく多くの出品者の方に、捉える危機を味わってもらいたい。おう、園庭の大盾からの、おお、闇 14%、 光 14%、 縛りガード 90%。 私には価値が上がりませんが、センパラ魔線が装備できます。アポロンと魔炎に強い。おお、炎からの珍品だな。15万ゴールド。園庭の大盾でパルさんから15万ゴールドで、15万ゴールドで皆様、お客様いらっしゃいますか。さあ、園庭の大盾でからの、この用でしょう。はい、皆さん、こちらの一品でございます。園庭の大盾でパルさん、闇14、光14。炎 10% からのいてつく波動。はい、こちらケンジが来ました。はい、パシフィスタ、エンテパル闇光 14%、 5連10名、15万。さあ、ケンジ軍からの15万ゴールドですが、そこまでこの食いつきがいい、食いつきが94。失礼いたしました。お前ら団長やぞ、出品。しかも作ったの団長かな、これ。作ったのが団長ならプレミアムボーナスありますね。作ったのはピッカー。小さな夢が
防具鍛冶職人で作ったピッカーが14パー、しかも9月1日渋い。 YPYP 行きました。いいですねケンジ。15万ゴールドナイスケンジから。ケンジ稼いだお金をここでぶっぱしていく。はい、ケンジが81からの YP。 失礼いたしました。10秒前から、9秒前、8秒前からの、7秒前、6、5秒前、4、3、2、1。来ましたね、YP、YP。これ団長も団長もほーってしますけど、ほう。ありがとう存じます。感じいいですね。まあ、正直パルさんはねちょっとあれなんですよ。パルさんはちょっと時代が来ないと。81からのケンジやばいな。ケンジ3回やって1投目が94、81、81、あ無理ですね。はい、バラモス来ましたよ。はい、来ました。団長尻尾生えてるけどな。孫悟空みたいになってる。バラモス15万ゴールドからの71。団長なかなかついてんな。失礼いたしました。10秒前からの9、8、7秒前からの6、5秒前、4、3、2、1。ナイス団長勝ち確。精霊石600マジで。はい、こちらが遠征の音で、またの出品お願いします。これな、この縛りガードが違うやつだったらな、縛りガードがこれ、コロビー90とかあったらまた違ったのかもな。コロシアム縛ってくるやついねえからな。90万からの、一応いるのか。レンタル無料券ありがとう。そしてゴールドからが、60万ゴールドの6波、48万ゴールドからバジュイサ、ナイゲッチ。ありがとう。雲のか。雲のだな。ありがとう。ということで、あれ、これは、まだ持ち込みがあると。雲のな。じゃあ、対スロプロ用は OK ってことだな。すげえ人いっぱいいんな。挨拶しとこう。みんな、こんにちは。この列、スケゴロ。チャリンチャリン、俺つーく。すげえ人いっぱいいんじゃん、これ。しびいな、おい。スケゴロなんか力、スケゴロなんか力つけてきてんな、これ。なんだろう。おい、なんかもらえんのかもし、なんかもらえんのかもしれんから、並ぶか。なんか配ってんのかもしんねえからちょっともらおう。なんかもらえんのかこれ。なんか天狗取ってるみたいだった。はい、オッケー。オディマルさんからの。誰でも出れるの？誰でも出れんじゃん。しかも最近儲かってるらしいから賞金上がってるみたいだよ。来た、オディマル。まあ、今日はな、今日はこのオディマ、今日オディマルシャルル加害で終わりにしようかな。おお、これわかりやすくいいやつじゃん。オディマルこれわ、こういう分かりやすいのいいよ。こういう分かりやすいやついいよ。しかもパルプンってなし。これ分かりやすくいいよ。おお、オディマルこれ18万いける。18万、いや20万いける。20万、オディマルこれ20万いける。20万、いくらいくら。
はい、精霊を、精霊を理論値、え、ま、攻撃魔力理論値、パルなしだからな。5連、いや、こういう、や、理論値はね、いいんですよ。5連、10名20万ゴールド。やっぱり、いや、理論値はちょっとボーナスつくんですよ。理論値はちょっとね、理論値ボーナスつきますよ。ほら、もう見ろよ、この並び方見ろ、この向かい並びきてるから。お前やはり理論値なんだよな。俺チムイン行ってあげてえな、これ。ててれてて、チムインが募集してる。いや、俺行ってあげてえな、これ。ケンジ1投目94。ケンジやばいな、これ。94、97、56。あれ、ケンジオフ会来んの？ケンジオフ会来れんの？ケンジオフ会。12月12日。いや、お前ら、ケンジとか超感じいいぞ、お前ら。超感じいい、ケンジ。ケンジ友達になっといてもいいよ。でれっててれって、20万ゴールドからが、ナイス。いきます。ナイス、ケンジ。ただね、もう、これ、ほんと、これマジなこと言っていい？ケンジ、これマジ覚えといて。ラビタイムってやつがいいんだけど、ケンジとラビタイムが、イケメンメガネで超似てるんだ。なんかあの、ほんと、あれ、え、ケンジとラビタイム、俺の記憶の中でもイケメンメガネ層で超似てる。687655。ビビったな、おい。ケンジのリアル話したら、カガリが。カガリね、ぶっちゃけね、カガリ。3連で55はダメだよ。もうオディマル超持ちやってんじゃん。俺、その仕草持ってねえんだよ、俺。ウズのやつしか持ってないの。はい、来ました、バラモス。ケンジからの、カガリからのバラモス。これ YP だな、これ。おお、89、55流行ってますね。94、失礼でした。これ、ちなみにゴマ塩カガリだったら超強かった。さあ、タバサからの、さあ、9、タバサからが、20万ゴールド、ナイスベット。もう即じゃねえか、これ。はい、タバサからが、ナイスイット。2、うおぉ !2、これはここが今ですね。2から95はここが今ですね。はい、小指からの、まだ持って帰んのか、お前。あんだけ儲けといて、まだ行くのか、お前。はい、こちらが、ちょろいですね。まあ、オディマル、まあ、ちょろいよ。まあ、ちょろいけど、たまにマジで来るから。たまにマジでガチ恋だから、調子の鉄塔。小指からが、今日ちょっと持ってるよ。まあ、小指がこれワンチャンツール勢って可能性があるからな。小指が実はツールで出し、5連出しといて、意表ついて持って、おぉ！おや？おや？おや？おぉ、上げすぎたな。小指にしては上げすぎたな、これは。253497。からの、失礼いたしました。オディマル一人16万だとたまんねえよな。みんながエルフの飲み薬4個ずつくれるみたいなもんだもんな。5個持ってきて、オディマルに4個、俺に1個だもんな。さあ、タカシからが20万ゴールドからがどうぞ。はい、タカシが20だよ。20万いけないの？ 20 万だよ。20万、いやいや。50% 私がいただいてますから、16万って4万でしょうが。さあ、66からの69、50、そうだよ。そこをちゃんと堂々と言ったんだ、俺は。包み隠さず言ったんだ、俺は、そこを。はいはい。こいつ調子いいな。20でしょ。ああ、はいはい。お前、ふてぶてしいな。さすが、ふてぶてしいプクリボだな、こいつ。はい、20万からの、なんか、オディマル、ガイ、来た。皆さん、こちらのガイ君は過去6連を出して、私からゴールで、あ！オディマルやべえぞ、おい。オディマル、これやべえぞ、これ。オディマル。あ、もう、オディマルあんまやばくねえわ。そんなやばくねえ。
1から6093からの、はい、失礼いたしました。まあ、ちなみに過去1回だけ12ってやったやつがいる。過去1回だけ12ってやったやつがいるけど、そいつは取れなかった。さあ、ガイからの、はい、ミスターフロムワン、ミスターフロムワン、かつて私からこのこちらのゴールデントーテムハウスを持っていったこちらのガイ、しかもこれガイから、あ、3からの、おい、おーおーはははお前神かよお前まあこれはちょっと、これはガイ君の栄誉を称えて、これはガイ君の栄誉を、ここが今僕が夢を見上げる場所、その 88% 超えるんかったな、やばいじゃない、これは渋い、いやガイこれは渋い、ガイこれは渋い、32からの1は渋い、お前調整しすぎだろお前、お前やっぱ持ってんな、お前持ってんな、さすがかつて一度私からゴールデントーテムハウスを奪った男、やりますねいやこれなかなか、これなかなかレアケースですね。ガイの渋かったフロムワン特集ね、ガイのフロムワン、デレデレー、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、次の方々、次の方どうぞ。ガイ、僕、ラグナ、タカシ、小指、タバサ、バラモス、カガリ、ケンジ、8名だね、8名で合ってる。8名からの、9名から、まあこれ、オディマルみたいな調子いいタイプは、まだいいっすよ。あと2人いっすよとか始めるか。さあ、カガリからの、20万ゴールドからがこちらで9名、かがりの1投目、はい、これはワイプですね、 YP12345678 9、はい、7からが、はい、さあオディマルさん、これでラストで完走でございます。ナイス、20万ゴールドから、さあ7さん、いいですよ、もう5連しちゃっていいですよ。64からが、失礼いたしました。いやでも君たちね、これなんでフロムワンって流行ったか知ってる？これ確率がちょうどいいから流行ったの。これあれ、これ追加いい、お、あれ、オリマルさん追加させてくれてきてますけど、とりあえず160万ゴールドからの、いやこれはもう勝ち逃げしてもいい、勝ち逃げしてもいいよ。さあ精霊王の、しかもこれオリマルが作ってるぞお前ら、おい、これオリマル作だよ、この人が作ってるよ、オリジナル品だよ、これは渋いな。160万ゴールドからがこちらがナイスキャッチ、まあオリマル、また持ってきてくれ、ちょろいけどお腹痛いから帰る、まあちょっとな、まあ、正直まあ32ってやられるとちょっとお腹痛くなるよな、わかるよ、32からお腹痛くなって1が出た時のはぁはぁってもうやばいよ。はい、シャルルからのかがり、じゃあ今日シャルルかがりで終わりな、シャルルかがりで今日終わり、光 14% からの攻撃呪文が、こちらが 16%、 さあこれは市場価格どんなもんでございましょうか皆様、市場価格はこちらどんなもんなのでございましょうか。
ラララララ。そろそろドラケー6タイム。いや今日は寝るな、今日寝よう。コメントの反応がなくなってきて寂しいな。俺も市場価格分からねえ。社長大好き。おらそうでもないよ。シャルル、ウィーリモコンでコメント言ってんのかな。エニアのまったり録、これあかんやつや。いくらぐらいなんですかね。まあまあまあ、ぼち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 終わりだけど、俺もよ、並ばれちゃやるしかないだろ。お前ら並んでもらったらこれはやるしかねえだろ。300万ぐらいか。シャルル、シャルル、今度にしよう。シャルル、今度にしよう。シャルル、シャルル、やっぱりね、理論値が来た後ってきついんだよ。シャルル、理論値がやってきちゃうときついんだよ。やっぱりこの、そういうことなんだよ、シャルル。またよろしく。そうなんだよ。やっぱりこうやって上げていかないと、こうやって上がっていかないと、1、87、33、61、79、67、2、99、全然出ねえな、おい。70、57、71、18、15、15、11、出るな。 1結構出るな。 こっからな。おお来た。1、私も混んでるわけ。1、13、67、84、90。一回ローンとこ行ったわよな、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。これ一回ローンとこ行ったほうがいいな、これな。これはローンとこ行ったほうがいいな。でローンはもう放送やってないな。ローンはやってなかったな。まあ、お前ら平日はこれぐらいで終わろうぜ。お前ら平日はということで、かがりの商品見よう。かがりの商品をラスト見よう。商品はもうないかな。あ、ルフタで返せないと。本当は返せないと。ルフタで返すよ。保護してたので返し OK。 ルフタで返すよ。テレレ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 レテテテ。小池、お前のところ大変できしてうるせえな。お前この野郎、てめえチャンネル放送でこの野郎。失礼いたしました。泥棒か俺。シャルル、ありがとう。シャルル、また来てくれ。シャルル、大体この、ちょっと大体この理論値が来るともう終盤だから。あれ、かがりからが、かがりの商品。やっぱ一番わかりやすいのは理論値なんだよな。ちょ、お前ら俺から8000万ゴールドで、スレイブニール借りるやついない？これ渋いな。これ空いてんじゃん。しかも空いてねえか。あ、これ闇がこちら24の鬼神、鬼神、鬼神。
いやー、しかしそろそろ深夜の龍が如くが恋しい時期になってきましたね。これはいくらぐらいなんですか？鎧に闇はいらないんだよな。知らない。何あれ何あれ。闇が、係さん、反応が薄いので後日お願いします。分かったよ。お前ら、これ8000万ゴールドで借りるやついない？これ8000万ゴールドで借りるやついない？これ8000万ゴールド、これ市場9500万だけど8000万ゴールドで借りるやついない？買い戻し。これ20万でやろう。これ20万、じゃあ20万でいいよ。じゃあいいよ、20万でいいよ。じゃあ20万でいいよ。あ、アイスさん、はい、6連だけどね。6連20万あったらいいよ。え、これ8000万まさか。え、チリリン8000万、これまさか。それはそれで面白いな。え、いいですか。え、これで8000万私、まあ、8000万、まあ、あんま取られたくねえけど、まあ、ぶっちゃけ9000万で売れるから。ん？ 8000 万。いや、これ違うんだよな、これ。いや、アイさん、違うんだよな、それ。流れ的に違うんだけど、これが風の32とか、雷の32だったらまあ。お。あ。あ。これはすごいじゃないか。これはすごい。あ、これすごいじゃないか。あ、これはすごいな。あ、これ OK。これ OK です。これいいよ。これはいいよ。これからグランプリでちょ、これいいよ。いや、これはいいよ。いや、これはいいよ。これはいいよ。いや、これはいいよ。これは理論値を超えるよ。これ OK。これ OK。これ理論値超えるよ。これいくらですか？これも30万はいけるな。30は楽勝でいけるな。いや、これはいけるよ。いや、これマジで高えだろ、これ。これ今最も高い一品だろ、これ。マジで。あ、6600万。40万だね。これ、アイズさん、40万だね。これ40万でも並ぶね。今企画ですか？これね、ダイスでこの、アキスロありだもんな、これな。これはいい、これはいい、こういうの待ってんだよ、こういうの。これすごいな、これ。これコロシアもいいな。だってこれ俺、バトルマスターでサイクロンアッパーで落ちないもんな、これ。バトルマスター装備できないけど。スレゲスバンされたの知ってます？みんなすげーの。すげーな、これが、34。すげーな、ルフ風34%とか。これいい、こうやってやってるとこうやってよ、競い合ってよ、競い合ってこうな、持ってきてくれるから嬉しいよな。40万、ただお客さん来るかどうか。いや、お客さん、お客、これ秋1だな。40万でも来るかなんだよね。ぶっちゃけね、価値はあるんだけど、やっぱり値段が高いで来ない可能性もありますから、ちょっとお客さん待ちましょう。さあ、皆さん、いかがでございましょうか。スレイブニール買い取ってもらう必要なくなりました。8000万ゴールド担保で買い取っていただく必要なくなりました。ちなみにお前ら、スレイブニール理論値いくらだったら買う？スレイブニールのこのパルアリだけど理論値いくらだったら買います？5点。俺スレイブ、俺装備しようかな。装備か、これ。ただまだしばらくブーム続くよな、スレイブニールはな。40万が高い。7000だったらそれ俺も買うよ。
風28してですね、あの風28も呼んできて、あの 6% 足しちゃった。風 28%、 これは誤解ないように、風 28OK、 風 28%、 40万はね、やっぱちょっと高いんだよね。てててて、もう小池お前んとこ、あのね、仲の悪いプロダクションさんとかないです。お前ほんとこの野郎、こういうやつ、この野郎こいつ来そうにないならば、はい、まあ、4、まあ、そう、追加で1個、おお、来た、あ、来ました、追加すると。まあ、アイスさんね、まあ、アイスさん4連150万でもいいと思います。4連150万でも来ると思います。来た、追加、え、これいいじゃん。え、これつけちゃうの？え、これつけるの？これ大サービスすぎんじゃん。もうどうせ持ってかれない、持ってけ系じゃん。俺の昨日のあのスレイブ理論値とスレイブ2の理論値とゴールデン通ってますじゃん。何これ、あ、皆さんこれ両方で、やっば、これ渋、あれ渋、これで40万、これ両方で40万だって、両方で40万、これ渋、これ買い取りたいぐらい、これ買い取りたいぐらいだね、これ私に売ってほしい、これ私に本当売ってほしいぐらいのセットですね、これ売って、これ売って企画で回したいぐらいの、これ回したら理論、視聴率ものすごい取れますね、これ。いや、これマジでこれさっきの土と合わせて3つ回したらめちゃめちゃ視聴率取れるな、これ。さあ、皆さんいかがでございましょうか。40万ゴールドの壁は高いか。さあ、40万ゴールド、まあ、40万だろこれ、40万だろこれ。いや、これランプで、俺ランプねえんだよ、俺ランプ錬金できないんだよ。買ってくれよ、これいくら、これいくらよ、これ、まあ、視聴率のためだったらちょっと買ってもいいかな、これいくらよ、これ。ただ問題は俺ランプないんだよ。俺ランプ錬金できねえんだよ。そこだけなんだ問題は。これシンプルだろ、わら。ツボディ。あ、皆さん40万ゴールド。まあ、大体皆さんお分かりですね。あ、シャルル来た。セットで9000万ゴールド。まあ、するよ。まあ、9000万ゴールドはするよな。9000万で OK ですだって。そうだ、人財産だよこれな。お前な シャルルが居座ってきた。40万だぞ、盾ね。まあ、空きスロットは確かに夢があるけど、やっぱり完成形のがいいんだよな。40万ゴールド、いやー、サービス的にはすごいいいと思うけど。10秒前切った。ない。いやー、割安はものすごい割安だと思うよ。40万。ものすごい割安だと思うよ。40万から来ました。田畑からが1名、まずお客様が。さあ、来ました。5連ですよ、5連で。10名様限定から。95が、これで40万。ナイスベッドから。ガイ来ましたね、これ。やばいな、これ。ガイ来ましたね、これ。ギャンブラー。これは正直ゴールデントーテムハウスレベルの価値がありますね。ゴールデントーテムハウスに近いレベルの価値がありますね、これ。なるほど、どうも。てれて。みちゃんが荒れてる？ちょっとマジかよ。ちょっと見てえな、それ。やめろよ、その放送に俺のコメントが入んねん。やめろよ。その放送になんかこいつが、今一番調子乗ってるドラケー天生主だぞ。貼るなよ。チャンネル放送だから貼るなよ。シャルルじゃねえよ、シャルルじゃないよ。9匹で。はい、9匹で。ちょ、君そこにいると邪魔だから。ちょ、邪魔だから。ギャンブラー、アイス集まってきたぞ、ギャンブラーが。40万一発で貼るギャンブラー集まってきた。40万から。はい、9匹でからの、はい。9匹でタバサ、2人な、今2人。あ！ 9
95。失礼いたしました。はい、ガイガラガ、ガイ。ガイ、これ取ったら渋いな。これ今日ちょっとこれ割安だな。40万ゴールド。こういうのいいね。割安の超高級品。ガイが 51? はい。51、67? 75? おい。あ、失礼いたしました。4751だった、扱ったな。失礼いたしましたが、タバサ。やばいよ、これ来てるぞ、これは。40万ゴールド。さあ、アイスくん、一人倒すごとに32万ゴールドチャリン。タバサからが、はい。91、39、失礼いたしました。僕、ラグナからの、タラタタララララ。おやっちょ、これ、ギャンブラータイム来てるな、これ。ギャンブラータイムが超高額ギャンブラータイム。さあ、僕、ラグナからが40万ゴールド。ナイスベットからが、はい。24からの1からが、失礼いたしました。皆さん、今日の商品はすごい。この風の秋の 28%。雷の秋の 24%。 なんとこれが2つセット。さあ、1億ゴールド相当、1億以上の価値をなんと5連で限定10名。40万ゴールドから9費でナイス。まあこれはずっとぶっぱしていいんだったらぶっぱしたい一品ですね。26、そしてこちらが2投目39。本当はこれ6連商品だ、これ。81、3連。まあこれアイスさんも出ないと踏んでのこの釣り上げでしょう。あー、これやばいんじゃねえか、これやべんじゃねえか、これやべんじゃねえか。26、39、81、82。これ83以上出したらジャックボット。83以上出したらジャックボット。これやべんじゃねえの。ここが今僕が夢を見上げる場所。いや、これはしびれんな。これはしびれるよな。いや、これは今、アイスさんも、ってなってるよ。なんで俺ん時によりによってかよってなってるよ。渋いな。まあ、本当はこれ6連商品ですよ。これ6連レベル商品ですよ。この人気前良すぎですよ。あ、ぶっちゃけ風だけだったら40万でいいけどね。雷つけちゃうあたりが気前良すぎですよ、これ。40万ゴールド、かがりから、はい。いや、いや、震えるよな。いや、今、震えるよ、正直。これでも、ハマるな、これ。11、はい。いや、ちょっとみんな流れ来ちゃってんな、これ。11、50? まあ、俺、ちなみに90、91、93、94でやられたことあっけよね。さあ、こちら。それで5連やられたことあります。60、90、91、93、94みたいな。それで俺、持って帰った。それでプリズム持って帰った覚えがある。さあ、かがりからのモルルちゃん。さあ、こちら、温度が上がってきた。温度が、47、46、失礼いたしました。モルルちゃん、かがり、キュヒで、僕、ラグナ、タバサ、ガイ、キュヒで、タバサ、これで8名ですね。8名。もともと40万ゴールド持ってましたが、シワ30に合ってますね。32からがガイからの40万ゴールド。やべえ、ガイこれ取ったら超大金持ちだな。40万ゴールドからのガイ。失礼いたしました。ゾロ目はそのままでも2倍でも OK。ということで、このタバサで終わりですね。このタバサで終わりというとこでございますが、40万ゴールド。じゃあこれはね、もうアイスさんもさっきもビビりまくっちゃったんでね、
これはもうまだまだスイカ OK と言わないでしょう。タバサ69からが78、2連からの39は失礼いたしました。さあアイスさん、やばい一面がありましたが、なんとか乗り越え、おめでとう。じゃあ今のは見せましたね。さすがに1億クラスがねポンと持ってかれちゃうとちょっと私もね、まあこちら300〜400万〜320万、まあ320万でね、ちょっと320万の儲けで1億が持ってかれるのは厳しいでしょう。さあこちら320万から水月版、いやまあ調子乗ってるから別にいいんじゃないですか。320万からナイゲッチ、水月出たもういいから、ありがとう。まあ不正ツールをそうやって使うようなやつだから10億ドスゴロクもやってたんじゃねえのって僕は思っちゃいますけどね。そんなもうそこまでプログラムがどうこうとかそういうクラスのことに携わってたやつだったらロアの10億ドスゴロク本当にやったんじゃねえのって僕は思っちゃうぐらいですね。あの時4億取られてるんで、僕もクッパも、まあ、それでちょっと気に入らねえなっていうのがあるぐらいですかね。さすがにそんなに携わってた犯罪集団の一味だったら俺からあそこでロア落としまくって持ってくぐらいはやるんじゃねえかなとは思っちゃいますけど、まあ、それは証拠がないんで言いませんけど、まあ、言ってけど4億返せとは言いませんけど、まあそんな不正ツール使おうと作ったか作ってないかじゃなくて使おうとしてる時点でも絡みたくねえだろもう。いやマジな話、不正ツールが売ってる、あじゃあ俺買おうっていうやつと絡みたくねえだろ普通の話。いやいや LP よりタチ悪いよ、いやいや LP よりタチ悪いよ、もうそんなんと絡めねえからマジな話、もうリアル犯罪手染めてるやつと絡めねえから。ぶっちゃけゴールド借りて踏み倒すはリアル犯罪までいかねえけど、ツール改造はマジ犯罪だから。いや懲役は多分ねえけど民事訴訟はあるよ、民事訴訟はある。だから裁判所がどう判断すかね。そういうのでシャシャンのが嫌なんだよ。その前になんで放送でそれを暴露する必要があるんだ話、なんでそういうのを放送で広める必要があるのって話で、そんなん広めてもいいことねえじゃん。俺こんなに携わってました、こんなやばいのにあれしてましたとか放送で広める意味が何があんの。みんなすげえ嫌な気持ちになるじゃん。みんなもうあ職人やんのバカらしい、うわダイスやんの声とか、そういう風雪のルフって言うんだけどね、ぶっちゃけ。風雪のルフって、まあ、昔ライブドア問題でも本当に問題になったやつだけど、風雪のルフですよ。まあ、そういうところで。いや、そんなの、本当、生主もね、ライン覚えておいた方がいいよ。そういう、マジ犯罪関わってましたの、マジ犯罪関わってましたの、俺、ドヤは、コンビニでコンビニでアイスの冷凍庫入ってさ出したやつもいるだろ、まあ、あんなんと一緒やから。あれでローソン全体の株が落ちるのと同じだから。次の商品はありません。だ俺はちょっとほんとね、キッズでもそういうのは俺関わんねえんだよ。お前目立ちたがりのうるせえキッズとかあったらもうあれでいいけどよ、ほんとに犯罪の善悪のつかねえキッズとは俺ほんとに関わりたくないの、ほんとに。だから俺は前のロアのドスゴロク事件で自分は落とせますとかもそういうの解説しちゃうやつと絡みたくないの俺は。確かに自分はそういう技術があるとかもそういうのドヤ顔で言っちゃうやつと関わりたくねえんだ俺。
まあ、というところで皆様、今日はこちらで終わりにさせていただきますが、まあね、あいつは犯罪に絡んでいるとか、そういう情報があったらね、まあ教えてください。裏で教えてください。本当に。もうやだよ、本当にもう。真面目にやんないと。アクトレイダーありますか？アクトレイダーないよ。デカピクサーって何やかんやで優しいよね。てれってれれっててれって、それ1年に何回か言われるんだけど、もういいだろ、そういうの。そういうのいいだろ、もう。うわん、俺のアクトレイダー。アクトレーザーもいいだろ、もう。オフライン。ということで、オフラインね、まあ、やりたいけど、今日、あ、もう寝ようかな。もう寝ようかな。え、お前らでもそれ何どうやって、そういうのね、そういうのどう影響してるか知りてえな。そういう問題って、まあ、ちょっとチャンネルでやるわけにいかんからな。チャンネルでやるわけにいかんけど、どう割れてるかをちょっと知りてえから、ユーザーコミックか。そういう問題はちょっと知っとかないといけねえからな。すっごい荒れてんの？マジな話。え、その問題すっごい荒れてんの？ 525万1000人。おー。水月の放送であれだろ。水月の放送で多分来場者が1000人来てるって話だから多分すっげえ問題になってんだろうな。情報がこの間にもいっぱい来る。ということで皆さん。じゃあ。こんな時間なのにそれの。てれ。あ、そうなんだ。へえ。そういうニュース系は見ないとな。悪口系は見ないけど、ニュース系は見ないとな。見たけど、笑う。でれれれれれ。G パンレベルって何なの？ G パンってわけわかんねえ。G パンって何よ。じゃあ皆さん、今日は一度こちらで終わりにさせていただきますが、G パンって何よ。いやー、水月ワンチャン訴えられるな。水月も、ほんと痛い見るよ。マジで。本当に痛い目見るよ。マジで、もうライン超えすぎだよ。もうそれ犯罪自慢とかもライン超えすぎ。犯罪、携わってました、関わってました。これで、スクエニが、不正にバンしたって言って嘘ついてたんだったら、本当に荒れるよ。本当に荒れ、マジな荒れ感するよ。荒れるというか、マジでスクエニさんから訴えられるよ。あんまりそういう調子のところでやってると。大体大人はライン守るから。そのライン守んないやつはさすがに企業として処罰するから。変な広げ方すると絶対に本気で乗り出してくるよ。見せしめで。あ、曖昧で、なんちゅうの。思わせぶりぐらいでわーわーやってんだったら企業も動かねえけど、断定しちゃうと本当に動くよ。まあ、子供はそんなわかんねえか。というところで、まあ、今のが俺の水月で、水月が今までドラケー放送遊びしてくれた最後のマジアドバイスだと思ってくれ。ほんと痛いのよ。というところで皆さん、今日はこちらで終わりにさせていただきますが、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。また近日で行きますよ。うるさいな、ジーパンジーパンのうるさいな。今日はこちらで終わりにさせていただきますが、失礼いたします。まあ、放送、今後、放送で、そういうことを私が具体的に触れることはありません。そういう具体的に起きているトラブルでどうこう意見することはございませんが、まあ、私は、つとに言いたいのは、LINE を超えて、もうほんとね、だ簡単に言うとな、ほんとにわかりやすい例えでいくと、これから、ローソンかなんかわかんないけど、コンビニの、アイスの中に入って撮影しに行くんで、リュウさん面白そうなのについてくれませんが、行くはずがありませんっていうことです。ね。一緒にいただけで文句言われるから。一緒にいて注意しなかっただけで責任問われるから、勘弁してください。もうそういう話です。大人はそういう話です。ね、気楽にやろうとしたことが本当に騒ぎになることがあるから。そういうことは、ね、気をつけましょう。ネットで皆さん。ありがとうございました。私も企業チャンネルをやってる以上はね、そういうことは、ガンとして言わせていただきます。関わりませんし、関係ありませんし、もう関わりたくありません。以上です。ありがとうございました。